協定場外発売場。協定場外発売場とは、ボートレース場以外の場所で、勝ち船投票券、船券の発売などを行うための施設である。ボートレース場を設置するためには大規模な土地と推理、その他の設備が必要であり、国土開発が進められて、以降は、敵地の確保が困難となっている。このため、1975年1月のボートレース、 唐津移転新築を最後にボートレース場の新築はされなくなった。ボートレースを主催する都道府県及び市町村、これらの一部事務組合を含む、以下、主催者というは、船券の販路を拡大するために、市街地や高速道路インターチェンジ付近など、交通の便が良い地域や、近隣に公営競技の施設が存在しない地域などで、船券の発売機能のみに特化した施設を、 設置するようになった。折しもテレビジョン中継放送システムの技術が発展して、ボートレース上以外でも映像、音声によるリアルタイムの観戦が可能になることや、トータリゼータシステムの技術が発展して、コンピュータによる船券発売業務の管理が容易になると同時に、少ない人件費で運営可能となったことが後押しになり、2000年代以降、各地で 積極的に設置が行われるようになった。最初に設置された場外発売場は、香川県丸亀市のボートピア丸亀1986年8月である。その後各地で設置が進められ、2016年4月現在、全国に69馬が設置されている。場外船券発売場の総称は、ボートレースチケットショップである。その中で、 場外発売場の愛称として、ボートピア、小規模場外発売場の愛称として、ミニボートピアおられが平気されている。通常、ボートピアや場外と呼ぶ場合、ボートピアの名称が付いていない、場外発売場も含める。ボートピア、ボピアは、モーターボート競争のボート、ボートと、不当を表すピア、ピアを合わせた造語であり、ユートピアとも関連させている。 ボートピアと比較して規模の小さいミニボートピア、おられも設置されている。また、この他に前売り場外と言われる前売り場外ミニット、佐賀県、前売り場外、大村、長崎県が存在する。ミニットは前売り場外施設であるが、前売り場外大村についてはミニボートピア基準の施設である。2015年より順次、場外発売場に対し、 ボートレースチケットショップという総称が使用され、2018年より全場外発売場で使用されている。場外発売場のオリッチは、来客の交通手段を着眼点として、都市型ボートピアと郊外型ポートピアの二つに大きく分類される。ただし、分類基準が厳密に存在するわけではなく、ボートピア市原のように都市型と郊外型の性質を合わせ持つ。 場外発売場も存在する。鉄道駅その他の公共交通機関からのアクセスによる来客を想定した場外発売場である。その性質上、繁華街や観楽街など集客力の高い地区に設置される事例が多い。ただし、都市型ボートピアは必ずしも繁華街等に設置されるとは限らず、公共交通機関による来客を想定する。 場外発売場であれば、こちらに分類される。ポートピア、ならしの、梅田、横浜などがその典型例である。大規模な駐車場を整備し、自家用車による来客を想定した場外発売場である。高速道路のインターチェンジ付近や、幹線道路沿いに設置され、工業団地、空港周辺その他人口密集地区からやや離れた立地である場合が多い。 鉄道その他の公共交通機関によるアクセスがない場合も多いが、その場合は来客需要に応じて場外発売場側が無料送迎車場などを用意するのが一般的である。ボートピア・オカベ・勝山などがその典型例である。来客の交通手段による分類のほか様々な特徴を持った場外発売場が日本国内各地に設置されている。 オラレは、現在使われていない施設などを、日本財団、ボートレース振興会が1億円を上限に拠出して、整備し、地域のコミュニティスペースなどとして再生して、その施設の一部に、船券売り場の機能を持たせたものである。公共施設として活用されることを前提としているため、所有、運営は、自治体が行う。船券の売り上げ像と、 地域の活性化を図る目的で創設された。売上金の一部が地元自治体に還元される。2006年8月8日、佐賀県唐津市呼子町に、おられ呼子が、おられ一号店として開業したのを皮切りに、2015年9月現在、全国に9カ所設置されている。なお、おられとはスペイン語で、さあ、移行を意味する。多くのボートレース場では、敷地内にも、 場外発売場とほぼ同等の機能を持つ船券発売施設を設置している。ボートレース場の入場口から入場する際、観客は原則として入場料を支払わなければならないが、ほとんどのボートレース場では入場料を支払うことなく利用できる船券発売払い戻し窓口をボートレース場敷地内に用意している。この窓口は外交発売所、外向け発売所、 外向け発売所と呼ばれている。もともとは、仕事等の都合で、入場観戦できない顧客に向けて、早朝の通勤時間帯から船券を発売する、以下、早朝前売りことを目的として設置されていたもので、ある。2004年、ボートピア市原で1日あたり4馬48レースの船券を発売したのを皮切りに、多くの場外発売場で、 複数上のレースを併売するようになった。そのままボートレース上本場では、当該ボートレース上の競争のみを発売しており、場外発売はあまり行われておらず、あっても馬鹿場外発売を行う競争、すべての SG 競争及び一部の G1 競争の、営にとどまる状況が続いていた。外交発売所にて広く場外発売を行うようになったのは、ボートレース三国が最初である。 三国の場合、早朝前売りのための外交発売所は、本場二号館に付設されていたが、2008年10月、本場から離れた駐車場敷地内に、独立型外交発売所と称する施設を建設し、外交発売所を移転した。その際、三国本場の早朝前売りを行うほか、多常の一般競争の場外発売を含めて、年間約350日程度の発売を行う。 試みが始まった。翌2009年6月には、ボートレースとこなめで、ウィンボとこなめを設置して4馬48レースの船券を併売を行い、さらに10月には、ボートレース大村にて、季節の外交発売所、ブルードラゴン内で、同様の兵がそれぞれ始まった。さらに、翌2010年1月、4番目の事例として、 ボートレース平和島で大規模な外交発売所、平和島協定劇場が設置された。ボートレース平和島の事例では、府中市から京急開発へ、ほぼ全面的に経営委託る形で実施された。この平和島の事例は、府中市議会で大成功と評され、以降、外交発売場が多くのボートレース場で設置され、実質的に、ボートレース場の隣に、 場外発売場が開業するというになっている。2013年現在、モーターボート競争法第5条には、国土交通大臣の許可を受けて主催者は、競争場外に、船券の発売等のように供する施設を設置することができる旨が規定されている。かつてのモーターボート競争法、2007年6月改正以前では、場外発売場の設置を認める。 法律上の名分規定は存在せず、ボートピア丸亀の設置以降、すべての場外発売場は、国土交通省令である、モーターボート競争法施行規則第8条を根拠に、設置されていた。法令上の設置根拠が曖昧であったことから、これを場外発売場の設置反対運動者から、法廷の場でつかれる事態が発生した。2001年12月28日、 ボートピアオ壁の設置に関する行政訴訟に、おい、東京地方裁判所の決定で、モーターボート競争法が、競争場外に、船券発売場の設置を許容しておらず、競争法施行規則第8条は無効であるとの判断が示された。後に、この東京地裁決定は、東京高等裁判所への広告が認められて、取り消されており、また、 本体の行政訴訟も一審からすべて原告の全面敗訴となって、ボートピア岡部は予定通り開業したが、法令上の設置根拠が曖昧であるという問題点は残った。またこれとは、別件のボートピア名古屋の設置に関する行政訴訟で、2006年7月20日、場外発売場を一般的には禁止していないものの中略国土交通大臣の審査、中略 おへない設置禁止されていると返すべきである。都市、場外発売場の設置自体は許容されているとする名古屋地方裁判所の決定が言い渡された。同決定では結果的に、ボートピア、名古屋設置の仮定が棄却されたものの、競争法が場外発売場の設置を許容しているかどうか、必ずしも明らかではないと設置根拠の曖昧性を裁判官に刺される事態となった。 これらを受けて、モーターボート競争法が2007年6月1日に改正され、場外発売場設置の根拠が条文に明記されるようになった。同改正が施行された2008年10月1日以降、場外発売場は、モーターボート競争法第5条の規定を法的根拠として設置されている。それ以前に設置されていた場外発売場も経過措置により、 道場を根拠に設置されたものとみなされることとなっている。比較的初期に設置された場外発売場では施設内に発売窓口の他に大画面がいくつも設置され、その大画面を利用して観戦するのが一般的である。劇場型と言われるパブリックビューイングシステムの一種である。二千四年以降、複数乗映映一般化し始めると十二インチ程度の モニターを4から5画面を1組とし、平売場数の4から5組のモニターを利用して観戦するパブリックビューイング形式が主流になっている。大画面があるボートピアでは、その大画面で主な開催場、SG 開催などを放映するが、小規模な場外発売場では大画面をはじめから設置しない事例も増えている。 施設内部には、SG や GI 開催の横断幕、ポスター、上りなどで装飾されている。ボートレースチケットショップに統一される前は、以下の3種類の発売場に分かれていた。原則として、次の表に記載した、管理志向者のレース場を発売するが、全 s g 全国発売 GI 競争、名人戦、女子王座、新栄王座、女子賞金王 GI、 周年記念、高松の宮記念、GIIDE、女子リーグや新 A リーグ等のグレードレースを中心に、モーニングレース、ナイターレースなども発売する。おおむね1日4から6馬を併売する事例が多い。ボートレースでは、2012年4月1日より、全24ボートレース場と、場外発売場15箇所の間、合計39箇所で、敵中船券。 返還船券の払い戻しを相互に行える全国総合払い戻しサービスをどこでもはライオンのサービス名で開始している。これは、施行者が複数混在する地方公営競技の中で初めての試みである。その後、どこでもはライオンサービスの拡大が行われ、2015年4月1日、現在、全ボートレース場24カ所と場外発売場42カ所、 合計66箇所で実施している。従来、場外発売場の管理指向者と、その指行者の本場総合館のような、同一指向者内での総合払い戻しが行われている、程度であった。あとに、近隣地区内の、各、場総合館で、指行者同士が提携して、総合払い戻しを行うケースも見られるようになった。これらの総合払い戻しサービスは、一部を除き、 2012年4月以降、順次、どこでもは、ライオンサービスに組み込まれていった。全国24場には本場に付随して、外交発売所も併設されている。本場と異なり、入場料は無料となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。